ダイヤトーンはオーディオビジュアル機器に用いられる三菱電機の登録商標である。日本を代表するスピーカーブランドの一つ。2016年にブランド生誕70年を迎えた。ダイヤトーンの称号は1946年に自社製ラジオに初めて使用された。主に旧陸軍向け余剰物資を流用した内蔵スピーカー。 P-62 が高帯域性能で注目され、まもなく、これが P-610 発売の名で、単体販売される通りからのハイファイブームでは、6班の代表的製品として、松下電気産業の 8PW1 発売。通称、原骨、輸出向けに、パナソニックの商標が初めて付された製品と人気を2分、する。中でも、 NHK 放送技術研究所と共同開発した試作モデル 2S-660 及び 2S-205、2S-206 などをもとに大幅な改良を加えたフロア型放送、業務用モニタースピーカーの 2S-305 発売は、その高価格と相まってオーディオマニアの戦法の的になり、本機は1989年に、 後継モデルの 2S-3003 が登場するまで若干の改良を繰り返しつつ、業務用コンシューマー双方で約34年という驚異的なロングランを続けることになる。好調な業績に従い、神奈川県鎌倉市大船から福島県郡山市に専用工場を新たに設立し、1968年からは壁掛け型スピーカーシステムの DS-11S および DS-12S 大型ブックシェルフ型スピーカーシステムの DS-21C および DS-31C2S-305 をもとに家庭用として再開発したフロア型スピーカーシステム DS-32C などのモデルを順次投入しコンシューマー無協量市場に進出 中でも1970年に登場した中型ブックシェルフ型 3V ウウスピーカーシステムの DS-251 が予想外の販売台数を記録し1980年代初頭にはラジカセおよびポータブルオーディオ、家庭用カラオケシステムなどのゼネラルオーディオの分野にも積極的に商品展開した。もっともラジカセとラジオの場合、 1970年代以前は、主に三菱ブランド、またはジーガムブランドで展開していた。また1978年にレコードプレイヤーが縦の状態で収まったコンポーネントや1983年にオートチェンジャー機能付きのカセットデッキを搭載したミニコンポーネント、果ては1990年に壁や机、ドア、窓ガラスなどに貼り付けて貼った場所を音源として、 利用するスピーカーアクチュエーターユニットのアクト -1 などというユニークな商品があった。また1970年代に日本コロンビアからモジュラーステレオやポータブルレコードプレイヤーの OEM 供給を受け、前社はジアトネブランドで日立と同様に販売されたことがある。1987年経営危機により三菱グループ入りした。 赤い電気と部門統合し、合同ブランド A&D を設立。ダイヤトーンブランドはスピーカーのみとなり、カセットデッキやダット、CD プレイヤー、ミニコンポ等の製品は A&D のブランドで赤い電気が開発、製造することになった。1991年の A&D ブランド消滅後もダイヤトーンの名前は残ったが、1998年夏に発表。 発売された AV マルチチャンネル再生用小型ブックシェルフ型に、ウェイスピーカーシステム DS-100ZV を最後に、そして翌年の1999年に、三菱電機はカーオーディオを除いて音響部門から撤退し、ダイヤトーンの名前も市場から一旦姿を消した。しかし、2005年に三菱電機エンジニアリングが、 高級試行層の需要を見込んで、本ブランド製品を再登場させている。なお、再登場後の第一弾モデルは2006年に発売されたフロア型スピーカーシステム、DSMA1 である。以前のような店売りする、普及体の商品展開ではなく、受注生産、インターネット販売の形態をとっている。近年では、自社製液晶テレビリアルのスピーカーに、同ブランドの使用を再開。 2006年9月には車載用にも久々に同ブランドを復活させたスピーカー DSSA さんを2008年にはブルーレイディスクドライブ内蔵 HDD レコーダー DVRBG200-100 を発表している2012年7月4日にはカーナビゲーションのブランドとしてジアトネサウンドナビを発売カーナビゲーション分野にも参入したなどありがとうございます